なんと申すのでしょう、古墳奮闘獅子奮陣。白井さんがおじけづいて逃げ出した後も、私たった一人で並みる敵はちぎっては投げ、あちぎっては投げ、あそれ。では噂されていた大規模ポルターガイストを食い止めたのは金剛さんだったのですね。さすがですわ。まだかな。もうすぐだよ。早く来ないかな。エリーちゃん、ウイハルさんたちはすぐに追いつくから先に行っててって。それにしても遅いの、せっかくの記念日なのに。早くしないと間に合いませんよ。美坂さんと白井さんが遅刻なんて珍しいですね。まったく、お姉さまったら今日に限って寝坊なさるなんて。うっさい。あんただってぐっすり寝てたじゃない。でも意外でした、美坂さんがこんなアイデア思いつくなんて。何言ってんの、美坂さんらしい実にロマンチックなアイデアじゃない。ああ、そんなんじゃないわよ。ああ、白井さん。え、まだついてないの。いや、用ってわけじゃないんだけどね。例の人、意識を取り戻したそうよ。事情聴取が始まったけど、簡単に口を割りそうにないわね。そうですの。え、ありがとうございました。何、まだまだ全容解明には時間がかかりそうですわ。こうしてはいられませんの。急ぎませんか。あれ、退屈しないわね。